ヨナの様子は？そんな。大丈夫だ。シロ、どこにいる？無事なのか？探しても無駄だ。我はもう形を失った。故に今のうちに言っておく。よく聞け。ヨナは大丈夫だ。恐れるな、諦めるな。呼び戻せヨナを。どうやって？ヨナの、そしてお前の記憶を思い出せ。お前たちが生きる証を。俺たちの証。大丈夫、お前ならできる。ヨナの好きな食べ物は？それはクッキーだよ。ヨナの好きな本の題名は？それはね、魔法の絵本。ヨナの好きな場所は？それはお兄ちゃんのいるお家。ヨナの好きなお花の名前は？そのお花は月の涙だよ。じゃあね、ヨナが一番好きな人は誰だ？ヨナ、これヨナの体。そうだよ、お前だけの体だ。お兄ちゃん大きくなってる。大人の人みたい。ああ、あれから少し時間が経ったんだ。ヨナはずっと眠っていたの？姫様になったみたいね。ヨナ、よかった。本当によかった。お兄ちゃん。カイネ。妹と仲良く平和に暮らす。カイネはどうするんだ？私は、もしよかったら俺たちと。遠慮しておこう。私にはまだ片付けなければいけない問題があるからな。問題？個人的なことだ。では元気でな。カイネ。お兄ちゃん見て。光を見たいって誰かがずっと叫んで。
ったね。兄ちゃんはもう食べたからいらないよ。お兄ちゃん昨日もそう言ってた。本当は一回も食べてないのに。はい、ちゃんと半分こだよ。ありがとう。
と一緒にいてくれてありがとう。はい、お兄ちゃんの分。ヨナ、飛ばされちゃったみたいですね。でもさすがお姉さんの体、死んでも死なない頑丈さです。よいしょ。ちょっと動きにくいですね、頭だけというのは。皆さんどこにいるんだろう。早く会いたいです。みんなと会う前に身だしなみを整えないといけませんね。いや、身だしなみ以前に体をなんとかしなきゃ。カイネさんとシロさん、喧嘩してないといいな。あの二人は僕がいないと本当にダメなんだから。あの二人の、幸せそうだな。ああ、よかった。カイネ、お前の体はもう俺の意志ではどうにもならんところまで蝕まれてる。分かってる。くそ、楽しかったな。殺して殺して殺して大満足だ。そうか。違う、楽しくなんかない。お前を飲み込んで暴力の塊になって悪意を世界に撒き散らせるっていうのに、なんでこんなに悲しいんだ、なんでこんなに悲しいんだ。きっと私の中に長く居すぎたせいだな。すまない。俺に優しくしないでくれ。こんな気持ちにさせないでくれ。もうダメだ。俺がお前を飲み込んでしまう。カイネ、どうしたんだ。いいか、今私の左半身の魔物の領域が広がっている。もう間もなく私は暴走してしまうだろう。止められない。もう俺には止められないんだ。そんな。いいから聞け。もうエミールはいない。私を止める方法はないんだ。お願いだ。そうなる前、私を殺せ。最後の頼みだからな。よくやった。お前の大切なカイネを救うには、二つの方法がある。一つは、カイネの胸に剣を突き立てる方法。それはカイネの望みであり、この5億からの解放。もう一つは？もう一つは、カイネを元の人間に戻す方法。この方法を取るなら、お前の存在という交換の品が必要だ。ほら、選んでみろよ。お前はカイネの中にいる魔物だな。
なぜカイネを助けようとする？多分お前と同じ理由だ。さあ選べ。一緒に帰ろう。聞こえるか？俺は長年カイネの中にあって奴を苦しめてきた。それはすなわちカイネの苦しみを肌で感じてきたということだ。気が遠くなるほどの苦しみを。だからわかるのだ。今カイネに苦しみはない。お前のおかげでカイネは許され救われた。カイネの最後の言葉を伝えよう。ありがとう。カイネ。一緒だ。よくやった。お前の大切なカイネを救うには、二つの方法がある。一つはカイネの胸に剣を突き立てる方法。それはカイネの望みであり、この5億からの解放。もう一つはカイネを元の人間に戻す方法。この方法を取るなら、お前の存在という交換の品が必要だ。ほら、選んでみろよ。お前はカイネの中にいる魔物だな。なぜカイネを助けようとする？多分お前と同じ理由だ。さあ選べ。お前はこの世から消える。お前の妹、友人、その他全ての人からお前は忘れ去られる。お前もお前の生きていた証も全て消える。それと引き換えにカイネは再び5億の世界に舞い戻るのだ。
夫ですか？ヨナ、あなたが助けてくれたのよね。無事でよかった。どうしたの？え？せっかく魔王を倒したのに、ちっとも嬉しそうじゃないのね。そうか。月の涙だわ。素敵。泣いてるの？そうらしい。なぜだろう。何か大切なものをもらった気がするんだ。とても大切な何かを。あとは頼んだぞ、下着女。
私たちの旅は無意味だったのかもしれない。僕たちの過去は間違いだったのかもしれない。でも後戻りはしない。たとえこの世界が終わるとしても、ここは大切な人がいる世界。